警部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 、何や、はい、ブツを発見しました。例のブツ発見しました。お疲れです。お疲れです。今日はなんか怪しいところに来てるけど、どこでですか？今日はあの足場班の、はい、歯抜け、歯抜けの家にちょっと遊びに行こうかな、まあ、遊びに行こうって勝手に来てもだけどもうちなみにもうそいつの敷地内だけどね。違うんですよ、遊びに行くっていうか、まあ、あいつの私生活じゃないけど、チェックも兼ねてね。やっぱ汚いもんでさ、汚い部屋が汚いと心も汚くなるじゃないですか。あ、そう、プラス指導も兼ねて、指導も兼ねて、指導多分入るかもしれない。で、みんなで遊びに行こうか。神奈川から来たね。神奈川から来て、神奈川から来た時から歯ないけど。神奈川から来たよ。忘れ物置いてきた。ちょっと待ってください。かかった。インターホンしますわ。これ必殺技。たくさん作ったんで、お裾分けしに来ました。どこですか？あの、隣のものです。あ、よくわかんないので、ちょっと開けます。なんて、とりあえず開けます。うわぁ、おいちょ、お前何やっとんだ。何でもロックかけとんだ、お前。ロックかけとんだ、お前。何やったん？久しぶり。久しぶり。じゃあ、お前来ましょう。珍しいな。家におったの？出かけてない。出かけてない。はい。ちょっと入っていい？ちょっと遊びに来たけど、入っていいかな？じゃあもう暇そうだもんさ。うまい。うわぁ。汚ねぇ。うわぁ、すごいな、お前。お疲れ。お疲れ。すごい生活感ある。生活感が溢れ出しちゃう。弁当のゴミたくさん。うわぁ。まずどっか行く、どっか行く。ちょっと、こっちに目行って。なんか、まず汚いのかな、バーッと辿ってったら。いい？これ写し、いい？ティッシュ。汚いのから辿ってったら、ティッシュ。何お前、このティッシュ。めっちゃあるやん、お前。何の鼻炎なの。これ、しとって。いや、完全に抜きだろ、お前、これ。死んでないだろ。完全に抜きだろ、お前、これ。マジで鼻炎。俺さ、歩いてそこまで来たよ。いや、今触れるな。行きましょう、行きましょう。触れるって、やめて、やめて。マジか。あ、でもあったかい、あったかい。嘘だよ、これ。マジ、生まれたて。あー、そうだよ。ちょ、マジ危ないって。絶対生まれだろ。すごいな、お前。嫌な会社だな、この会社な。まあ、YouTube やってる時点で、そのうち来るなと思ってたな。警部。何や、何や。ブツを発見しました。例のブツ発見しました。ケムクありますか？指紋がついちゃうんで、ちょっとティッシュあります。いやいや、ちょっと意味がわからん。あの、拳銃ですね、これ。これ多分弾やね、弾。弾。嘘。弾や、ほら。銃の方や、銃の方や。これ弾や、弾。これ弾や、これ弾。お前何これ、料理やるやん。ちなみに、これ弾や、これ。しかもこれ。何？空っぽやん。空やん。お前、お前、お前。お前ね、これも一人でプレイするときですけれども。いや、お前、それお前ぐらいだろ。あれないっす。あ、ないっす。ねえ、薬莢がな、薬莢が。薬莢がな。しゃべるとボールが出るからやめよう。なんだ。いや、お前っていうかさ、布団むちゃくちゃ汚くない？てか、こんなの使う相手思うんだろ、こんな布団だったら。ジュースこぼしちゃって。ジュースこぼしたの？ジュースこぼしちゃう。買えよ。だってまだ引っ越しって3ヶ月なの。なんかもう買いに行くのもめんどくさかった。すげえ、だってさ、何も仕事のせいにしてたんだよ。お前それ俺に文句言っとんか？今話変わってくるぞ、お前。お前家に遊びに来たのに、なんで俺が悪くしようなかったの。お前がみんな寂しいと思って遊びに立っとんだぞ。そうだ、いや、まあ寂しかったっすね。寂しかったっすね、余計なお茶の間に TikTok 見やすい。嘘、一人で嘘。ちょっと、じゃあ、あの、いい？他のところもチェックさせてもらっていいですか？あ、いいっす。レッツゴー。レッツゴー。あ、冷蔵庫。結構でも、ちょ、いい？これ何これ、ファントオレンジ。志村、いい？撮影し。何それ何それ。テラリ君ちょっと飲んでみてください、本当にファントオレンジか。尿じゃないだろ。あ、尿だったら、もう。乾杯。乾杯。勝手に飲む。飲みづらい。え、お茶だけじゃないですか？お茶だけじゃ、僕はお茶は美味しかったっす。え？おかわり？あ、いけ。いけ。はい。
飲んでないだろ今。違う飲んでないでしょ。違う飲んだんですけど、これお前さ、ファンタじゃないじゃん、これなんか違うって、みかん汁みたいな感じだよ。お前これ冷蔵庫なんか面白くない。いやしかしチェックしてるのなんかつつけるとこねえかって。ちょ、行っていい。最終ラウンド行っていい。最終ラウンド行くわ。最終ラウンド行くよ。いい志村、いい、こんな入ってっちゃって。いや、ずかずかとなんかもう案外綺麗にしようね。そうっす。ただお前、掃除機かけてないって感じだな。結構可愛いですよ、これ。あ、アディダス？いや、アウトドアとか言ってた。あ、ないから。あ、あ、別に普通に可愛いじゃん。え、違う、似合うんだよ、似合うんだよ、似合うか。あ、似合うよ、似合う伸びたね、ごめん。ボロのバロスです。ちょっと、おしんちゃんのパンパスみたいになってる。こっち向けて、こっち向けて、まずいか。で、後ろ向いてください。うんこした。だからパンパスみたいになって垂れて。フィット感いいね。シューラー今日プレゼントしたね。それでも結構いいな、そのパンツな。そうですね。いいじゃん、いいじゃん。先着1名様、コメントください。コメントくださいね。コメントね。ウエスウエス。いや、タイヤシ君、今日確実にタイヤシ君叩かれるパターンなあ、シューラー。あの、魔法お願いします。タイヤシ君、行けよ。魔法？はい、ハリーポッターとかで言うじゃないですか。いいですよ。はい。あれ全然綺麗じゃん。全然綺麗。ちょっと何や。つまんねえな。なんもないな。チキ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 ランデス。チキ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 ランデス。何やお前その。ミッチーチェンです。お前めちゃめちゃ似合っとるし。ちょ見てないでしょ。ちょ似合っとるしこいつ。むっちゃ黒人みたいな。チキ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 ランデス。ブルーノマーズっぽい。チキチキチキランデス。似合っとるよお前。ミッチーチェンです。印鑑は結構ある。インカーブン、ちゃんとしたとこに置いとかんとあかんぞ。あー優しい、なんか急に先輩出した。多分ここカットだけどね。ここカットだけどね。あー、それまずい。それまずい。まずい。お前が止める場所がまずいんだ。あ、やっぱ職人なもんで、一応、うん、これなんか、これ、うん、あ、いいよ。やっぱ職人なもんで、うん、女の子が好きなの。これエロ本、これエロ本、エロ本です。これエロ本、パートル、パートル、あ、パートル作業着の、カタログか。パートル本当かっこいいですもんね。もうなんかそう、こんなカタログ売ってんの。あ、男の店でもらえます。へぇ、出てこいよ。俺これでいけるわ。なんだそれ。しまらん、面白いかもね。手足くんってのチェックしようよ。めっちゃ探してるね、何か。やめましょう。もうない。どう志村、先輩遊びに来てくれて嬉しい。いや、すごく嬉しい。嬉しい、嬉しいです。向こう後ろ向いて言ってるから。嬉しいっすね。ちなみに会社来てもう3ヶ月だけど、神奈川から来て、お父さんお母たち何、家遊びに来てくれるの。いや、まだ来た。お前親にこれ見られたらもう電話かってくんじゃん。あんた部屋汚いって。その会社辞めろって。そうか、会社辞めろかも。この会社辞めなさいって言われるか。そう、大丈夫これ使っていい。あ、大丈夫です。マジで大丈夫ちょっと美味しいと思ってる。いや、思ってないです。別にでもあんまり面白くなかったけどな。布団は本当変えた方がいいよ。うん、俺この間ダンボールとか今まだ寝るなら。ダンボールが浮いてる。そう、多分そっちの方がいいかも。そう、しかもダンボールの方が汚れてないし。そう、布団の方が汚れてるね。しかもそんなに汚れてない。お前がへこんだら。いじめとるみたいよ。まあじゃあ、まあぼちぼち、じゃあ俺はもうね、志村んちでお酒でも飲もうかなと思ったけど、はい、まあ今日やめとこうか。やめますか。ちょっと緑緑。まあ今回は志村んちにと遊びにと、まあ、プラス、まあ、部屋の中のチェックできたんですけど、うん、まあやっぱ汚かった。まあ本当にすいません、勘弁してくれ。すいません。また見てね。片思いだ。はい、オッケー。いや、急に元気なくなってきた。わてらしくさんが猟奇的な感じでチェックしとったよ。いい社長でしょ。いや、きついこの並び。超怖いっす。じゃあ横になるの、横になるの。じゃあ、はいはいはい。じゃあ、もうちょっと、くっつかんか。もうちょっときつかんか。布団かぶせん。いい、ちょっとタイヤスかぶせる。あー、やだー。
何の絵やこれ。ちょっと写真戻ってくわね。自分やばいし、俺さすがに。そプライベート用っすよね。いや違う違う違う、サムネよこれ、本当にサムネよ。あの、魔法お願いします。手足行けよ。魔法、はい、ハリーポッターとかで言うじゃないですか。いいっすよ。はい、チチンプイプイ扉を開けー。これ違った。俺、ちょっと、なんかカメラがガンガンガンって見えたら俺一瞬びっくりしちゃったよ。いろいろ使えるもんね。あ、でももう一個、もう一個、もう次で、あの、次で、今カットカット、今完全にカット。大地の神よ開けー。はい、開けまーす。